よし、出発だ。ドロイド職人がいる。あとはどうする？候補者リストからそれぞれの座標を示しておいた。知り合いのドロイド職人を雇いたいならそう伝えておく。それからタトゥーインにいい人材がいる。まず先に金庫破りがいるキジーミに行くことを勧める。だがお前の考えで動け。ハイパードライブ座標を計算中。奴には協力者がいた。ゼルクベシを作る前、家族はコレリアで船を作っていた。知っていたか？知らない。この船 EML850 は隠密性に優れ、裏社会に完璧に溶け込む。破壊も不可能だ。だが高くついた。デュラスチールのメッキだけでもかなりのもの。 BX コマンド。だが残念ながら安価で同等の性能を持つ船がある。時間が欲しい。雇ったのはアウターリムで最高のハンターだ。だが銀河で最後の EML850 を盗まれたのだと伝えても、そのハンターは犯人は一人だと考えていたらしい。他の船はどうなったと思う？使い回され、破壊され、破棄された。分かったか？女は見つける。時間を。ここがキジミ？寒くて暗い。そこは問題じゃない。ここではアシガクランが何十年も裏社会を仕切ってきたんだが、クリムゾンドーンが巻き返しを図ろうとしている。アシガ女王は奴らを潰す気だ。そっか。じゃあその前に聞いて。早く西雲を抜けた方がいい。密輸業者とスパイスランナーズだらけだぞ。ちょっとバレないって。いや無理だ。キジーミで新顔は目立つ。何か仕事がないかキジーミの協力者に確認してみよう。協力者なら自分で探すよ。ではそうしろ。
1の金庫破りやアンク、スリルのそれに入りたいなら必須だ。今彼女はアシャガへの借金で首が回らない。なら何か金庫を破りたいかな。歓迎委員会が来た。歓迎委員会、気が利くね。手配してない、警戒しとけよ。行ってくる。ではまた。どうも、私はケイベス。アシェガのカルテルだよね。我々はクランだ。その船は EML850 だな。名称はトレイルブレイザー。こちらの記録には密輸船とある。なんだ、知ってたんだね。人探しに来ただけだよ。アンクって名前なんだけど。なぜお前がアンクを探している？お金を貸してて、大金だよ。それを回収しに来た。嘘をついているな。クリムゾンドーンの手先なんだろ。まさか。いや、ドーンの手先がこんなところにのこのこ現れると思うの？スキャン完了。怪しいものは何も。もう行っていいってことだよね。ほら、早くクリムゾンドーンのスパイを探した方がいいんじゃない？行くがいい。だが、二度と我々に嘘をつくな。わかった、嘘はつかない。誠実でいるよ。ND5、とりあえずは切り抜けた。でも、下手なことして目をつけられないようにね。ジジイミの勝手は分かっている。そう、じゃあ私はカンティーナに行ってみるよ。アンクの情報がつかめるかも。アンクはドマク食堂の常連だ。近くの盗賊地区にあるから行ってみろ。ところで、カンティーナでは気をつけろ。傭兵のたまり場だ。ブラスターを持った連中とやり合うのは得策じゃない。そうだね。あるいは重火器で私に協力してくれるかも。ここがキジーミシティか。ずいぶん遠くまで来たね。行くよニックス、おいしいおやつがあるかも。大丈夫だよ、みんなちょっとピリピリしてるだけ。ねえ、ここにアンクはいる？あんたも金貸してるのか。そりゃご愁傷様。なんで？どういうこと？とうとうアシェガに捕まったのさ。数百万クレジットの借金分工場で働かされる。あの年であの額だともう一生出られないだ。そう、それは厄介だね。もし出てくるようなことがあったらツケを払うよう伝えてくれよ。ND5、 どうやらアンクはアシェガの工場で働かされてるみたいだよ。脱出の手引きをしないと。捕まったらお前も拘束されることになるぞ。他にいい考えある？いや、まずは工場の図面を探せ。奴らの地区のターミナルをスライスして情報を探ってみろ。キジーミを牛耳ってるんだよね。女王に会うのに気をつけることは？礼儀正しくしろ。
厳重に警備されてる。こういうセキュリティを突破したことはある？ ND5。 ああ、分離主義戦争に参加していたからな。これでいいでしょう。ねえ ND5、 工場のことは分からなかったんだけど、別のものが見つかったよ。使えるものか。クリムゾンドーンがアシェガクランの遺物を盗んだみたいだね。それで宇宙港の船を片っ端から調べてたんだ。それで女王の注意をしてると分かっていたんだな。取り戻したら女王に感謝してもらえるかもね。そのためにはクリムゾンドーンの隠れ家を突き止めないと。温泉地区のウェルスプリングというプライベートクラブだ。情報早いね。そうでもない。あれがウェルスプリング酒場か。ここは立ち入り禁止エリアだ。さっさと引き返せ。はいはい、わかりました。どこか行けるとこがあるはず。よし、ニックス、静かにね。目当ての遺物を探そう。
集中だよ相棒、一筋縄じゃいかないかも。ニックス、お願い。あとはこれを持ち出すだけ。出口だ。ニックス、急ごう。私たちまだ仲間でしょ。
ニックス、気をつけて。しつこいな。いいな、身動きできない。でかした。ND5、 例の異物っぽいのを手に入れた。それをどうやって入手したのか聞いた方がいいか。必要ない。このまま女王に届けるよ。そう簡単に会える相手じゃない。あまり期待するな。聞いて、盗まれた異物を見つけたんだ。女王に返そうと思って。アンプーギラ、それを渡せ。いや、悪いけど自分で直接届けたいの。では通るがいい。ND5、 なんと女王に会えるみたいだよ。この異物がよほど大事なんだね。よくやった。では覚悟を決めておけ。え、なんで？お前が盗んだと思われているかもしれない。なるほど。まあなんとかなるよ。すごい警備。クリムゾンドーンがよっぽどやり手な。落ち着いてよ。ディラ、何者だ？ケイベス、
城兵か。彼女は爆弾職人を求めてきました。クリムゾンドーンから取り返した遺物も持ってきたよ。勢力の拡大は我々を脆弱にします。背部をより強くできる。アウターリムなどいりません。ここが我々の場所です。決めたことだ。よし、じゃあ解決だね。アンクを解放して。爆弾職人、あの女は我々の拡大に欠かせない。だがそなたのようなコソ泥は背部の役に立つ。使えるがよい。アンクを解放しよう。母上。よし、乗った。じゃあ私はもう行くよ。よく話し合って。ケイ、船の荷を調べていたが役に立ちそうなものがあった。戻ってきてくれ。うん、わかった。そのものはアシェガに気に入られてきた。多分ね。女王は忠誠を重んじる。その調子だ。このジャケットじゃ寒すぎる。ニックス、もっとくっついて丸くなって。役に立ちそうなものって何？ VM-19、 お前のブラスターパーツと互換だ。原始的だがカスタマイズ性は高い。ちょっと、ヴィンテージって言ってよ。これを取り付ければ、強力な爆発性のボルトを放てるようになる。その気があるなら、作業台に行くといい。取り付けられたけど、ちゃんと機能するかな。機能しないようであれば、それはお前の経験と戦術不足が原因で。はいはい、その通り。動作を確かめたいのならいい場所がある。分かった、教えてくれてありがとう。そろそろアンクを探しに戻るよ。アシガの方位継承者からメッセージを受け取った。クリスクだ。本気でアンクに協力してほしいなら、キジミスティのカンティーナに来い。話すことがたくさんある。取引を従ってるみたいだね。かもしれん。だがアシガが女王に逆らうのは稀だ。それとアシガクランからも仕事の依頼が来ている。うち一つはダンカからのもので、船にメッセージが残されている。わかった、確認しておくかな。いい話が。
カンティーナの傭兵か。バーテンダーに聞いてみようかな。それじゃダメだ。ケイベス、ウーリーラから話は聞いてるわ。トシャーラでは大活躍したようね。あのさ、アンクに会いたいの。他はいいよ。お前は話に耳を傾けるべきだ。女王はアンクを手放さない。アンクの兵器があったからこそ彼女は帝国にアシガを売れたのよ。アンクを解放したいならクリスクを王座につかせる以外ないわ。そうすることでハイブを解放することができる。ここで何してるの？あなたと同じ勧誘よ。あのね、私政治に興味ないの。女王を失脚させるとかそういうの、あと見張られるのは好きじゃない。それで金庫が破れるんだから。アンクはアシガの兵器工場にいる。これで中に入れるわ。彼女を脱出させたら話しましょう。私が逃げる可能性もあるよ。あなたは最善の道を選ぶでしょ、ケイ。お断りだって言われること少ないでしょ。ええ。助かるよ。 ND5、 アンクを解放するキーカードを手に入れた。クリスクが組んでるクリムゾンドーンのリーダーが持ってて。キーラか。それは厄介だな。え、会ったことあるの？キーラ主催のオークションにジェイレンと行ったことがある。まずい結果になった。クリスクが通してくれるって。待っていたぞ。クリスクから指示を受けている。通れ。よし、トンネルに着いたよ。そうか、スピーダーも送っておいた。え、そりゃ気が利くね。二人のクルーをクリスクが減らさなければ。ああ、そう。何があったんだろう。何か爆発したみたいだけど。さてと、到着したよ。よし、アンクは第5集会場にいる。キーカードで中に入れるが、警備は自力で回避してもらわなければならない。ブラスターを使ったらどうなる？そこにいるのは女王に忠実な者たちだ。使う必要はない。意見が一致してたらね。
ジナガキプナチュパール。今は何を作ってるの？女王が帝国と契約を結んだんだ。それで現在は反乱軍との戦いに使われる爆薬類を製造している。なるほどね。あんたが気に入らないわけだ。女王は利益と不必要な拡大のために我々の独立を売り払った。話はこのぐらいにしておこう。アンクが待っているぞ。手短に済ませろ。調べる。貴様は我々ではない。ジェイレンの話が本当だといいけど、巻き込まれすぎだよ。見つけた。それじゃあ入り口を探そう。作業が遅く反抗的。記録しておく。お願いしていい？
ークでしょ。ええー、オブサワータワワオブポーカタキ。ね、私はケイベス、クルーを集めてて。エリーマグーラティタキキッド、ジェイレン・ブラックスと組んでる。ヒルタオープノドトキキラジャマオーバージャグリンド。いや、メネキオーバーアンジースコチャトンコジャーシーガクインサパワーボンコ。何？ディベンタタクラボフーハクリスポディテオーバーフワタ。ちょっと待って。ヘイキッド、オーバーベンタタティンカハバジジサボラタリフノリアオト。ジドゥピシャド、ダミンディアオーバードゥピシャド。クリフ、ノエティンカマティンノリアジャプリパ。ストゥトボログラバサジジェ、ニキ。ジヒルタワタプノタンカジェスリート。ダネジサボラワタタ。あんまり。カンチャオーバーボボラキッド。見つけたよ。これは幸運のお守り？アツスキッド、アツミキヨのジナガ、グラバードリームス。今の何？プリスンサロット。だから吹き飛ばしたの？タコ、イネキジボラ、テパタチスカトンカ。これが本当に？で、マンネクシャパダッド。You twat angula puno titoki. Nobata japo hit crispo. それは、お気の毒に、アンク。爆発があった。避難行動を開始しろ。全員を外に出せ。応援をこちらに呼べ。おいそこ、何をしている？
Thomason, te lokta. Dola naga tu kapo wata. Bakudan wa tsukau? Di flambo ja taik. Tu tkrabo ut ja chung chung krant. Son hata che. Ita zo! Okay. Defense!
さん、むちゃちょくらんでよ、シーフ。そういうこと。ヘネキ、ダナジグラブクウバセヤルガ。ソルのバカ関係ウバマクダシュノエジ。ねえ、ソリの爆弾は大丈夫なの？ん？運ぶぞ。ほら、ブラスターの流れ弾とかで。ええ、スポルトウアのバタリンパズカブレザチャチ。ジジブラスター。切り抜けられた。ヒポーラ、ゴーを探せ。マフィオニクス、敵がこっちに来る。どのバラピストのリアジャカントポノ。なんでよ、金庫室の中身も知らないのに。スーサムリはエネキ、スーサヤンバムリは。足のつかないクレジットで1億5700万、あんたの借金を余裕で払えるんだよ。ええー、シフモツタカンチャキド、フルミオンジタキラクタジティンカ。まさに難攻不落だから、あんたが必要なの。アンカバーオボスプーヌカオートヴェンタウーバシャパオフ。初めて、いや、2回目かな。エネギウバチェンプタムチャジャインカボンガシーフ。ウバナバタグラバアナチーブウバサボロバタチェハクドアンドバボラ。いい話に聞こえたんだけどな。ジーサティンカスーサティマジボラプヌタドゥドゥ。打倒女王は諦めないんだ。ジーサドグランジヒットミキティボスカシャパジャクリスポディタボロオフジャマチャビストゥリーサピッチミンキジェポルゴフーシスチュッキプナータトンカイミキ。よく分かんない。ジェレン、アンクに断られた。キーラの仕事はするみたい。クリムゾンドーンのやつ。そうか、キーラはキジミでかなり精力的に動いてるようだな。みたいで、第二候補はいる。悪いがアンクで行く。それがアンクのスタイルなのさ。同時に2つのことができないんだ。ああ、なんかわかるな。アンクについてろ。キーラとの仕事が済めばすぐ次を探すだろう。それが私たち。そういうことだ。彼女の信頼を勝ち取って我々の本気を示せ。ああ、それともう一つ、トレイルブレイザーに荷物を送っておいたぞ。仕事に役立つ物資だ。確認するよ。ありがとう、ジェイレン。無事にアンクを逃がしたようね。まだここにいるのは協力を断られたからかしら。まあね、今はあんたとの仕事を優先したいみたい。最善の行動を考えるのよ。私に言わせればそれはアンクの仕事を手伝うこと。念のため座標を送っておくわ。